ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。10日、富士テレビ午後9時。閉店後のホームセンターでクリスマスに向けた大掛かりなレイアウト替えを夜を徹して行われています。翌朝、有村は店内に飾られたもみの木を見ながら達成感が込み上げてきます。 林も来店した客の笑顔に今までにない味わったことのない喜びを感じました。えー、家に着いた有村と林は互いの健闘をたたえ合い楽しかった時間の余韻に浸っています。そして二人だけの時間を過ごします。だが別れ際有村はある一言がきっかけで 林の中にカくクナに人を寄せ付けない何かがあることに気づきました。それでは、お先に失礼します。